ナミさんこんこにちはそっかじくの久保ですあのステーキングプールの選び方って確かにね難しいなと思いましたんでこういった選び方に関する動画って非常に参考になると思うんですよねで私の場合はあ体のステーキングをする場合はまずアンバサダーっていう方ね体の枝を日本に持ち込んだ方まあだからなんと言いますかね、えー、体の大使みたいな方ですよねもう、あのー、公式と言っても遜色ない方 こういったサポートをしてくださる方にお願いしたムーンとあと私の即科塾の塾生さんが自分で勉強してでステーキングプールを運営できるようになった、まあ、その過程をずっと見ているのとやっぱ基本的にはあのん越ながらね久保さんの放送を見せて体のエイダーに興味を持って体のエーダーが好きになった。だから プールの運営をできるように頑張ってきたんですみたいなことを言われちゃうとちょっと弱いですよね、えー、つまりね人間関係でで選んでるところがあるかなと思いますうん、儲かるからっていうのが最優先になるんではなくてまずはどういった付き合い方をその人としてるのかなプールの運営者としてるのかなってことが地盤になってその方と一緒にこのプロジェクトを成功させたいなっていう共通のミッションがあってその共通のミッションが体の枝の普及だということだったんでね、うん、今 そういういにしてますけど、ねうんまああのこの体の枝ね本当にいろんなところに夢があるなと思ったりするわけなんですけどもやっぱりその一つに人との出会いっていうのがあるかなと思います特に信頼できる人との出会いですねとてもじゃないけど信頼できない人にステーキングお願いできませんのでそういった人を大切にする人との出会いによって 育まあまれてるかなってところがありますねですので私のこのステーキングの選び方っていうのはまあそのステーキングの運営者がどうなのかっていうことかなと思いますうんその他にもいろんな選び方があると思いますんでそれぞれの中からあそれぞれのねステーキングプール委任の方をまあやっていていただきたいかなと思いますビットポイントジャパン上場もそろそろですね本当になんか感無量ですよねあと1週間か さん一緒に体の枝続けてこれて良かったですねそれでは失礼します